ダメこれ、全然加速なんねえ。ほんと3分切れんのこれ。これもあえて前出ない。皆さんこんにちは、レーシングドライバーの平手浩平です。なんとですね、今回から、新シリーズレースゲームをしようぜというコーナーですねの始まります。ゲームとかですね、ミニ四駆などを、まあ、この僕たちプロレーサーの、目線でね、皆さんに、伝えていけたらなと思っております。ということで、まあ、今回ね、記念すべき第1回目なんですけども、今回何すんの？荒野行動ってしてます。なんかこうバババーンって打ってみんなでこうやっつけて1位目指すやつだよね。そうです、うん、その人気の荒野行動の中に、はい、荒野レーシングっていうミニゲームがあるんですけど、はい、今回はそれをやっていただきたいなと。2周コースで、まあ、大体3分より早く走れれば、うん、速い人かなって感じになると思う、なるんです。なるほど、はい。操作もすごい簡単だし、うん、おばあちゃんでもできるぐらいな。おばあちゃんでもできる。あ、じゃあそんなん俺がやったらすぐ3分切れるでしょ。そうですね、だから初見だけど、うん、これぐらいで3分切れるかなっていう、はい、チャレンジタイムアタックをやってもらいたいな。なるほど、いいよ、はい、やってみよう。頑張ります。ではい、ほらカチャって音して今しましたね、はい、チェストファイヤー。チェストファイヤー、はい、期間限定これですね。おお、はいはいはい。これなんか見たことある車たちだけど、なんか名前が違うね。これ なんだろう、これ中国ネームなのかな。あ、これなんかちょっと GTR っぽくない？なんかこれ漢字でなんて書いてあるのこれ。予言じゃないけど、なんでこれなんとか YAY みたいなね。まあ中国語回せるんじゃないか、これ回せないか、回せる。おーおー、かっこいいね。あ、ていうかこれもうまさにGTR のイタリアデザインじゃん。これフェラーリみたいだよねこれね。やっぱ俺イタリア好きだからフェラーリみたいなやつでいい。やっぱ最初は何を見るんですか？まあ、やっぱりコースだよね。コースを知ればある程度のライン取りとかが分かるから。これはもうアクセル勝手に踏んでくれるんだよね。おおおーおーおー、ちょっと待って、ちょっと待って、何これ何これ、え、何これ何これ、ドリフト押すと、あ、ドリフトっていうのがいわゆるブレーキみたいな感じなのかな。そうですね、うん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 、なるほどね。これで右上にコースマップが出てるわ。はいはいはい。おお、全然見つかんないですね。当たり前だろ、あ、痛い。当たり前だろこれ。一応ね、なんか上からミサイル降ってきてんだけど、これ何、これこういうゲームなの？あ、いや、でも、ないっすか？え、いや、なかなか、いや、上からミサイルは降ってこないよね。たまに後ろからミサイル飛んでくるけどね、ノーブレーキで。あー、なるほど、なるほど。あー、これね、コースマップが、おー、なんか燃えたよ。なになに、痛い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 。あ、燃えた場合は何これ。これね、分かった。ドリフトがいわゆるブレーキってことだこれ。ちょっと待って、3分だよね。そうです、まだ半分、半周半周ぐらいですね。いや長いよ。ちょっと待って、これ意外と操作難しいよこれ。さあ次は左に急カーブ。ういういなんで、ただ走るだけじゃなくて、何こう上からミサイルとか飛んできちゃうやつなのね、このゲーム。まあそうですね。まあでもそれでも3分いく人はいますからね。はいはいはい。何もなかったら2分50、2分50秒半とかする人もいますし、はいはいはい。ちょっとまず1周目だよ。そうですね。1周目1分50秒かかってない。1分半ぐらいでいけば2周、あれか。そうですね。3分切れるのか。ちょ、前見えないんだけど、これ何これ、なんか雨の日みたいな感じ、GT の。全然前見えない。ちょ、でも上手くない2周目でしょ。ほらほら、もう完璧に掴んだよ俺これ。ちなみにアイテムは、うん、そのアイテムどこにあるのこれ。ドリフトの上に今2つあるやつ。ああ、なんかマリカーみたいにトゥル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 ってキノコとか出てこないんだよ。あ、ありますよ。え、これ何、これ使うとどうなんの。なんか使ったよ、防御力アップみたいな、なんか出てそれは、うん、そのミサイル当たっても大丈夫みたいな。ああ、なるほど。うん、なんかだいぶ操作慣れてきてる。なんかこう、なんか、あー、くっそ。あ、でも、あ、でも、
1回目3分15秒おお素晴らしい。いやいや難しいのは、うん、これやっぱこうブレーキっていうものがない。一応こうドリフトって書いてあるのがブレーキっぽくなるじゃん、はい、だけど実際ブレーキをどれだけかかってるかが分かりづらいこのゲーム。あーなるほど。でステアリングが右と左が近すぎてたまに右押してるつもりが左押しちゃう時があるから、それでなんか車の動きがなんか変な風になってる時はある。うん、もうこれ次3分切れるよ。もういけるよ。はい。車を変えてみよう。多分ねポルシェみたいなのが、これポルシェって言わねえな、これ探、なんて言うの、これ探検家001。なんだこの車の名前。探検家001って。でもねこういうサーキットはねポルシェ得意だと思う。なぜならば後ろにエンジン積んでるとトラクションがかかる。トラクションかかるってことはあのこういうあの急カーブが多いサーキットにはすごく向いてるんですよ。さあじゃあ性能差、そうそう性能差出るかな。そのねアイテムがねまだいまいちよく分かってないんだけど、ヘリ何これ。あヘリ押すとミサイル。あ何これショートカットしてるよこれ。あそっちがいいのね。オッケーオッケー。これ1分34秒でしょ、さっき45秒ぐらいだったね。さっきこれいけるぞ。これちょっとギリギリかなこれ。ああ何何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 めっちゃ撃たれてんだけど。え何これ。あれですね、撃たれることも想定しないと。いや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 、レース撃たれないから銃で。これこんなサバイバルなレースないよ。ちょっと遅くなったかな。あでもさっきと変わんないじゃん。さっき3分15秒だったよ。まあそうですね、1秒何あのヘリのあのミサイル連打、あれで多分10秒ぐらい失ったよ俺。まあそれを避けながら。いやちょっと待って、避けながらとか言ってもさ。ちょっと待って、これはそれいきます。でもちょっとこれ試しにこのクレイジー宅配ってやつでいい、はい、これで3分切れたら笑うなよ。何これ決戦アキナさんって。これ何イニシャル D みたいじゃないか、これ面白いな。これやっぱ遅いね加速。でもなんか1台同じやついるね俺と。何なのあいつ速いな。ダメこれ全然加速なんねえ。あーなんか巻かれてる。あでもこれ遅い代わりにコーナリングはなんか楽よ。ていうかやっぱあれだね、車はこう走こうね、こうサーキット走る車は車高が低いに越したことがないんだよ。こう重心が高いとねこうゆっさゆっさこうコーナー曲がるからめちゃくちゃ遅いのよこれ。コーナリングにしてたよ。なんかすんげえ加速したんだけど。おおすんげえ加速したよ。すんげえ加速したよ。おお。え、ちょっと待って、さっきのポルシェよりも速いんだけど。1秒ぐらいずつ削ってきてんだけど。これはねやっぱスピードが遅い分コーナリングはなんとなく曲がりやすい、うん、さっきのやっぱ速い車だと高い速度からやっぱブレーキングしてスピードを落として曲がっていかないと曲がりきれないから、うんうん、やりやすいんだけど、ただコーナーの出口は遅い。やっぱ加速で置いてかれちゃう。やっぱコントロール上げたいよね。コントロールが高そうなのがやっぱこれかこれだな。ちょっとじゃあ新しいこの車で行ってみようか。駆動方式、後輪駆動。そんなうん後輪駆動。えこれも後輪駆動なのこのクレイジー宅配って。どう見てもなんか FF な感じがするんだけどね。次こそは3分5秒行きたいね。いやこれは難しいよ。この車ちょっと癖があるな。どうもこれな難しいよな。ちょっとどけお前こらねえ。もう何もうあーっと引っかかった。ノーバックバックあるの。No、一番最低じゃん。ちょっとね癖があるこの車。ああそうなんだ。うんダメ
どれが？やっぱりね、あのポルシェみたいな黒いやつがいいかな、うん、なんだろう、直進安定性はもちろんなんだけど、うん、ブレーキした時の車の挙動が一番安定してるかな。いやちょっと待って、これ3分切るのなかなか難しいよこれ。もうそろそろね本気を。ちょ、いやいつ本気ですよ、いつでも。ちょっとこれどうなるかを見せてやるぜお前ら。いや超見にくいかも。痛い痛い痛い、危ないから。もうみんなさ、セーフティーにレースやろうよ。こうなんかさ、もうミサイルとか撃たずにさ、ね、もうもうあのよっぽどあれで、俺 GT のさレースでこう300をこう抜きながらさ、こうレースしてんの難しいとか言ってるけど、これのがよっぽど難しいっちゅうの。前見えねえよいつになったら前見えんだよこれ。ああいいアイテムが来るまで。あ、これ何これ。これプロテクトじゃないこれ。おお、これ最後まで取っとこう。このロケットランチャーいらないよもう。これ捨てて、プロテクトは2個ぐらいあると。あ、ちょっと来たんじゃないこれ。だいぶ来てるよ、来てるよ、来てるよ、来てるよ。3、2、あーいったーこれ。おお、3分1秒。サングラスこれだよ、やっぱりこれしてないとね。え、煙幕した時ね、何も見えない。これしてると余計にしかもこれブルーライトカットしてるから、なんかある角度になると真っ黒になっちゃう。さあこの左コーナーね、ここ決めよう。ここ、ほらほら、キミレーに決まった。もうね、だいぶマスターしてる、あのコーナー。いやいや、危ない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 、ほんとトップ走るとこれがあるからね。リードを築きたい。もうこれとかいらない。ヘリコプター、これまもう3分切れないじゃんこれ。全然なんなの、さっきの3分1秒ってミラクルじゃん。もう全然出ないんだけども。こうもあえて前出ない、うん、そういう戦略ですね。だって一番前走ってる時のあのヘリコプターの数半端なかったもん。なんかもうなんか3機ぐらいこの辺飛んできてミサイル。いやもうあのバリアがいいあれをずっと持ってたい。いやー上からなんかヘリがいっぱい、ほらもう影が怖いもんこの。あれ味方なのあいつ。いやいいよ、俺が一番になりたいんだよお前、あでもいいか、お前狙われろ。ほらすげー撃たれてるもん、かわいそう。俺もなんかアイテム、さあこのコーナーをういしょーって決めて、うん、いや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 、なんかすごいよ。乱戦乱戦乱戦、半端ない半端ないから、ミサイルすごいから。最後バリア、最後バリア、バリアでバリアで最終コーナー、最終コーナー、最終コーナー、綺麗に立ち上がって、綺麗に立ち上がって、綺麗に立ち上がって、やったー、うわーいやーいやーいや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 、いや2分58秒だよ。しゃあ来たぜ。いや嬉しいねこれね、涙出てきちゃったやっぱプロだから、やっぱ一回一回の積み重ねで、やっぱここ失敗したからこうやってこうやってっていうのがね、もうタイムに出てるでしょ。なるほど、うん、そうですね。そうで、あの3分15秒とかっていう時は不可抗力大概なんか車が燃えてバーンとかね動画を見てくれてありがとうございます。この動画が良かったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。その他にもこちらに楽しい動画がいっぱいありますので、もしよかったら見てってください。それでは。あれ